こんにちは、平尾のりこです。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。ゴールデンウィークワクワクしてらっしゃる方多いと思いますが。そうですね、はい、ゴールデンウィークというと市長は何を思い浮かべられますか？はい、もう浜松はもうゴールデンウィークはもうお祭りですよね。もうその答え以外もうないですね。ないですよね、はい、もっともっと今年もね、多くの人に、はい、来ていただきたいと思います、ね。はい、もうたくさんのね、観光客の方にも来ていただきたいと思いますし、はい、まあ、せっかく来ていただいたらね、はい、お祭りだけではなくて浜松のいろんないいところいっぱいいますからですね、観光施設とかですね、名所旧跡とかですね、まあ、そういうところもぜひ訪れていただきたいと思いますね。浜松市の訪れたい名所っていうのはたくさんあると思うんですけれども、中でも浜松の自然豊かな特産品、果物ですとか花をテーマにしたフルーツパーク、フラワーパーク、これが最近新しく変化したということなんですよね。はい、はい、そうなんですね。ぜひ多くの皆さんにね、訪れていただきたいんですけども、はい、この2つの施設がですね、はい、4月から大きく変わったんですね。リニューアルをいたしまして。リニューアル、はい、浜松フラワーパークというと私は子どもの頃から親しんでいるので、パワーアップしたと聞くと本当に気になるんですけれども、はい、どのようにパワーアップしたんですか？はい、はい、まずですね、はい、この今まで、フラワーパーク運営をしていた、はい、フラワーフルーツパーク公社というのがあるんですけども、はい、それは名称が変わりましてですね、はい、今度花緑振興財団という名前に名称を変更し、はい、で理事長にですね、はい、今度は新しく公募でですね、塚本小波さんという方に、はい、理事長になっていただいたんですね、はい、でこの塚本さんというのは大変有名な方でございまして、はい、日本の初のですね、女性樹木医で、平成11年に栃木県の足利市に足利フラワーパークというのがあるんですけども、はい、その園長に就任してですね、はい、経営改善をして大成功させたんですね。で非常に難しいと言われてきた大藤の移植に成功したことでも有名なんですね、はい、でこれまでの経験とかですね、はい、アイデアをこれからフラワーパークにですね、つぎ込んでいこうということで今取り組みを始めていただいてまして、はい、例えば毎年ですね、好評を博しています桜とチューリップ、これ有名なんですけどね、はい、チューリップをですね、例年の倍の30万球に増やしまして、はい、来年はね50万球まで増やす予定にしてるんですね。今年も見事でしたが、さらにパワーアップすると、はい、そうなんですね、いうことですね。でこれからのシーズンはですね、はい、藤が見頃を迎えるため、はい、藤棚をですね、延長して、はい、まあ、これは塚本さんが得意なところなんですけどね、さまざまな種類を植えていくことになっています。また園内の花の売店がですね、はい、今度花の道の駅としてリニューアルをされまして、バージョンアップしたんですね、はい、で周辺の農家の方から持ち寄られた花の苗などもですね、ここで、非常にお手頃な価格で販売をされていて、非常に今人気なんですね、はい、でまたこういうフラワーパークのような施設はですね、はい、季節によって随分こう花の咲き具合や見頃感が変わるもんですから、はい、入園料を今度ですね、変動制にすることになりまして、入園料を変動制、はい、例えば花の少ない暑い時期、はい、夏なんかはですね、入るのは無料にしましてですね、また秋から冬にかけては500円にして、クーポンをつけるなど、その時々の園の、美しさに応じた、まあ、柔軟なですね、料金体系ですね、したんですね。他にもリニューアルやイベントもあるんですよね。はい、そうですね、まあ、来年はですね、そのガーデンカフェといいましてね、少し飲食部門もですね、充実強化をすることになってますし、はい、まあ、来年はいよいよですね、浜名湖花博からですね、10周年ということで記念事業を行われまして、でこのフラワーパークもですね、その会場になりますので、はい、まあ、それに向けましてですね、いろんな企画をですね、これから考えていきたいと、準備をしていきたいというふうに思っています。先ほど市長おっしゃってましたけれども、はい、夏場ね、無料になっても、はい、管理はものすごくしっかりされているので、はい、綺麗なんですよね。そうですね、だから四季を通じて来園しやすくなると思うんですね、はい、本当に楽しみです。はい、では続いて浜松フルーツパークもリニューアルされるということなんですが、はい、どんな風にリニューアルされるんですか？はい、まずこの運営がですね、今度指定管理者制度ということで、はい、公募いたしまして、はい、時の住処さんというですね、
あの会社さんにお願いをすることになりまして、御殿場のイルミネーションで有名な会社ですね。御殿場の施設がもう特に有名なんですけども、はい、県内でもですね、いろんな施設をですね再生させたりですね、はい、してましてですね、はい、こういう分野でですねプロ中のプロなんですね。しかもフルーツパークはですね、あの新東名高速道路ができてとてもアクセスが良くなりましたので、浜松サービスエリアもうすぐもうスマートインター降りたところになったんです ね、はい、ですから相当これからですね集客できる施設になるんだろうというふうに期待をしています。はい、すでにですね、まあ、いろいろ手こ入れをしていただいてまして、はい、まずフードコートというのを作りまして、はい、ここであの時の杉香さんがあの得意なんですけども、各種ワインやあのビールなどをですね、はい、飲みながらあの料理を楽しむことができるようになりましたし、またあの地元のですね果物を使ったフルーツゼリー工房でありますとか、はい、週末にはですね地元の特産品を購入できるマルシェ、まあ、これはあの市場という意味なんですけども、はい、まあ、そうしたものも開かれますし、まあいろんなですねあの工夫アイデアが入れられましてですね、はい、食べて楽しんでいただける場所がですね今まで以上に充実をしてるんですね。嬉しいですね、はい、で将来的にはですね、はい、熱帯果樹の大温室内に設置をいたしました、はい、ワインの醸造設備が今度できましてですね、そこで作った、このフルーツパークのオリジナルワインもですね、で提供できるようになるんですね。待ち遠しいですね、はい、でイベントでですね、はい、これまたあの時の住処さんの特色を生かしたのイルミネーションをですね、はい、行うんですね。浜松でも見られるんですね、はい、でしかも夏もですね、はい、オールシーズンでこれ、イルミネーションを行うんで、はい、これはあの全国的にも珍しい取り組みになると思いますので、はい、たくさんの方に来ていただけると思うんですね、はい、そろそろお時間が近づいてまいりました、はい、それでは最後に鈴木市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、フラワーパーク、フルーツパークといえば、まあ、浜松を代表する観光施設であり、浜松の柿産業や果樹産業を支えてきた大事な施設として市民の皆様にもですねこれまで長い間、愛され続けてきた施設でございました。しかし最近では入場者数が減少傾向にあるとかですね、あるいはもう施設もですね随分古くなってまいりまして、まあ、ここで大きくですね改革をしなきゃいけない、そういう時期に差し掛かっていました。でまた一方で、昨年は新東名高速道路が開通をしたりですね、西南市自動車道が一部供用開始になるなど非常にアクセスが向上してまいりまして、今がちょうどですねいろんな改革をやるいいチャンスであったということで、この両施設に民間の活力、民間のアイデアを注入してですね今大きく様変わりをさせています。でこれからもですねどん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 、さらに新しいアイデア、新しい試みというものをですね取り入れていって魅力的な施設にしてまいりますので、ぜひ市民の皆さんはもちろんたくさんの市民からもですねお客様に来ていただく、そんな施設になってほしいと思いますし、我々もそのために努力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。市長、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今月もやってまいりました市長室こぼれ話。このコーナーでは今回お話しいただいたテーマをもっと掘り下げて市長の素顔や本音に迫っていこうというコーナーです。市長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はリニューアルしたフラワーパーク、はい、フルーツパークについてお話を伺いしましたけれども、はい、あのフルーツパークは4月1日にリニューアルを記念したオープニングイベントがあったということで、はい、市長も行かれたんですよね。はい、私も行ってまいりましたけども、はい、本当にびっくりしましてね。どうなっていましたか。短期間だったんですけども、はい、まあ、見事にですね、いろんな施設の改修やですね、はい、いうことがされておりまして、うん、非常にうまく作られていましたですね。もうすでに楽しめるものがいくつか、もう すごい飲食施設なんかもにぎわってましたし、そこで、まあ、いろんなですね、時の住処さんが得意としてるですね食べ物だとか、はい、あとビールとかワインとかですね、すでに楽しむことができてましたんで、かなりのお客さんが入ってますね。はい、ちょっと気になるのがイルミネーションなんですけど、はい、見られましたか。あ、そうですね、ちょうどねこの下っていくところにですね、はい、全部こうイルミネーションでこう
覆われていますので、その光のドームを抜けて園内へ行くっていう感じですね。うまく演出をされてましたですね。うわ、はい、じゃあもう入ったところから本当に夢の公園という、はいはい、やっぱりあの辺はさすがですね。はい、うわ、大きく変わります ね、 そうですね。また同時に今まで通りフルーツ狩りもできると、はい、そうですね、いうこと、はい、今までのフルーツパークの良さっていうのもですね、うまく活かしていただいてますので、はい、相当だから園の魅力が増したと思いますね、はい。花にまつわる何かエピソードってありますか？花ですか？はい、まあそうですね、あの浜松はねやっぱりあの柿産業が盛んなんで、はい、よくあの花のいろんなですねイベントをやるんですね、はい、例えばあの銀座でですね、はい、浜松の特産のガーベラをですね配ったとかね、はい、こうガーベラってね、生産量が日本一、日本一なんですよ、なんですよね、はい、浜松のガーベラはすごいんですね、はい、もうあのブランド化されてましてですね、市長の成り立ての頃に下北沢行った時も、はい、あのこう配って歩いたですね、そんな思い出がありますね。あのその、はい、そういった花束をどなたかにプレゼントするっていうようなことはこれまでもあるんですか？まあ、それはやっぱり秘密にしときましょうかね。内緒にして内緒、はい、いい良き思い出ということで、あの今年は浜松城公園でお花見なんかもされました、はいはい、今年はね、はい、早かったでしょう、はい、ちょっとねあの時期がずれちゃってですね、はい、もう葉桜の下でちょっと花見の宴会をやりましたけどね。そうですか、はい、じゃあ飲めや歌えやの方が、はい、そうですね。あとね、はい、市長は階段もよく、はいはい、歩かれるということで、はいはい、いろんな公園とか歩いてると思いますけれども、はい、フラワーパークなんかもこう散歩するのにも良さそうですよね。あのフラワーパークそうですね、はい、あのだいぶですねこう高低差もですね、はい、鳴らしましたし、いろんな方にですね、散歩していただくのに、随分よくなりましたんでね、はい、とてもお花の手入れも前よりも素晴らしく手入れされてますし、はい、ぜひ多くの皆さんにですね訪れていただきたいと思いますね。そうですね、はい、ちなみにお散歩あるいはデートで行かれたことはありますか？はい、まあ、それもやっぱりね秘密にしておきましょうかね。秘密でね、はい、じゃあぜひ皆さん思い出作りにね、はい、フラワーパーク、はい、フルーツパーク、そうですね、たくさん訪れていただきたいですね、はいはい、秘密の思い出がたくさんできますように。市長今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。